ターボ。カイトーさん、杉浦も無事だったか。当然。だから言ったろ。それじゃあ行くぞ。何？落とし込んだぞ。ぶち殺してる。あんただったか、塩屋。正面から堂々やるやないか、八神。それに引き換えうちのボンクラどもは頭数だけでクソの足しにもならんの。お前ら今夜は何本指飛ばす気や。真冬をさらおうとしたな。おい、俺らと喧嘩の続きがしたいだけなら直接俺んとこに来ればよかった。何が狙いだ。ちーっと仕事を頼みたいんや、あんたらに。仕事頼むからにはどうやっても断れんようにしたろう思てな。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。バカだね。どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのによ。おい、そんなことはないだろ。ただ真冬ちゃんが殴られた今となっちゃもういくら積まれようが無理ってもんだ。万が一ターボーが受けても俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。せやけどやっぱ先に喧嘩の白黒つけんとなんや話が弾まんわな。あよっしゃ、お前らやってるや。
寝とるんや。お前らやったれ。後ろにいるあいつ、例の服部って記者じゃねえか。じゃああのじいさんは。あの人にこんなとこで会えるなんてね。あ？おう。お前らが八神探偵事務所か。あのおじいちゃんが全カジヒラグループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。